質疑の通告がありますので発言を許します。7番小泉一馬議員。それでは質疑させていただきます。議案第74号長野市福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例、議会宛に配布された条例議案等参考資料32ページによりますと、本条例改正に係る改正の理由として福祉医療給付金の支給事務の適正化を図るため、給付金の支給対象者の範囲及び支給額の算定方法を見直すことに伴い改正するものとありますが、実質的には法律の改正に伴う条文整備等であると承知しております。そこで伺いますが、改正後の第3条および第4条第1項第1号に対応するいわゆる障害者総合支援法の改正と施行年月日はいつか、また改正後の第4条第1項第3号に対応するいわゆる中国残留邦人等自立支援法の改正と支援年月日はいつか、さらにそれぞれの法の制定または改正から施行までの間に市が必要とする条例整備を行うことが原則ではないのかについて伺います。竹内保健福祉部長。お答えいたします。通称障害者総合支援法ですが、この法律の公布日は平成17年11月7日です。また施行日は平成18年4月1日です。また通称中国残留邦人等自立支援法ですが、この法律の改正日は平成25年12月13日、施行日は平成26年10月1日です。今回の条例改正のうち、ご指摘にかかる部分については、当時の法律の制定時や改正時において、法律の本文等に基づいて条例改正をしたものの、法律の付則の内容を条例に反映させていなかったものでございます。本来、法律の施行日までに適切に条例を整備するのが原則であり、不十分な対応であったことにつきましてお詫びを申し上げます。なお、ご心配される向きもあろうかと思いますので、念のため申し添えさせていただきますが、この条例の不備により不利益が生じた事例はございませんでした。合わせて謹んでご報告申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。7番小泉一馬議員。はい、答弁ありがとうございます。よく正していただいたかと思います。今回の改正は書務課の法規審査が指摘した結果であるとお聞きしておりまして、書務課のファインプレーであったなというふうに承知しております。今後とも法律に追随することは遅滞なく行うことは当然として、ではこのほかに法の制定改正に対応した条例の整備、これが漏れている例は本議案のほかにないのかについて確認させてください。倉石総務部長。議長。現時点におきまして、総務部で、把握しているものはございません。なお、条例の整備は適切な時期に行えるよう、法令の制定改廃に関する国の動向を注視し、対応してまいりたいと考えております。以上で小泉一馬議員の質疑を終わります。これをもちまして議案の質疑を終結いたします。